尻の筋肉は下半身のパワーを発揮するためにとても重要な役割を持っていますので、しっかり鍛えていきましょう。それでは早速行っていきます。最初はお尻のストレッチから始めていきましょう。私が最初に動きをお見せいたしますので、皆さんはその後に続けてお願いいたします。足を前後に開いて前の 手を前に置きます、はい。前の膝は90度です。この体勢を作ってください。このままぐーっと体重を前にかけていきましょう。お尻に伸び感を感じてください。動きはこんな感じです。それでは皆さんもご一緒にお願いいたします。足を前後に開いて膝は90度にしてください。手で体を支えます。はい、大丈夫でしょうか。それではお尻を伸ばしていきましょう。前に体重をぐーっとかけていきます。前のお尻に伸び感を感じながら行ってください。余裕がある方は肘をついてさらにお尻を伸ばしていきましょう。ゆっくりゆっくり圧をかけて伸ばしていってください。はい、 OK です。それでは反対側も同じように行っていきましょう。左右の足を変えます。膝を90度にして両手で体を支えましょう。前にぐーっと体重をかけていきます。お尻伸びてる感じありますか？ゆっくりゆっくり伸ばしていきましょう。呼吸は自然な呼吸を意識して行ってください。余裕がある方は両肘をついてさらにお尻を伸ばしていきましょう。前に圧をかけていってください。はい、 OK です。それではお尻のトレーニングに移っていきたいと思います。最初はヒップリフトという種目を行っていきます。私が初めに動きをお見せいたしますので、皆さんはその後に続けてお願いいたします。最初、仰向けになりましょう。両膝は曲げた状態でお願いいたします。手のひらを合わせて天井に伸ばします。はい、最初のポジションはこんな感じです。ここから腰を丸めていくようにしてお尻を持ち上げます。股関節がまっすぐになるところまで持ち上げてください。最後持ち上げたらお尻をぐっと締めましょう。この状態で戻します。はい、お尻を持ち上げるときは、かかとを使って押していきましょう。バランスを取るのが難しい方は両手を床についた状態で行っていただいて結構です。それでは皆さんもご一緒に行っていきましょう。はい、それでは仰向けになり両膝を曲げてください。手のひらを合わせて天井に向かって戻しましょう。それではお尻を意識して上げていきましょう。いきます。1、かかとで押していきましょう。戻します。2、腰を丸めるようにして上げていきます。3、最後お尻をキュッと締めてください。4、皆さん動きは大丈夫そうですか？5、6、しっかり股関節の前側
腰を丸めるようにして持ち上げましょう。はい、あと2回いきます。9、お尻をキュッと締めます。ラストです。10、はい、OK です。皆さん動きは大丈夫でしたでしょうか。このトレーニングはお尻を鍛えつつも股関節の前側のストレッチにもなりますので、腰痛でお悩みの方にもおすすめの種目です。はい、それでは続きましてクラブシェルという種目をやっていきましょう。最初に動きをお見せいたします。横向きになります。股関節を軽く曲げて膝は90度にしてください。手を腰に当てます。この状態でかかとをつけたまま膝を開いていきましょう。戻します。動きはこんな感じです。お尻を意識して行ってください。膝を開いた時に骨盤が一緒に後ろに倒れてこないようにしっかり固定させた状態で行っていきましょう。はい、それでは皆さんもご一緒にお願いいたします。最初ポジションから作っていきましょう。横向きになります。股関節を軽く曲げて膝は90度です。大丈夫そうですか。それでは左右10回1セット行っていきましょう。かかとをつけたまま膝を開いていきます。いきます。1、戻します。2、お尻に力を入れてください。3、4、骨盤傾かないように気をつけましょう。5、6、膝をゆっくり開いていきます。7、8、最後までお尻を意識していきましょう。9、はい、ラストいきます。10、はい、 OK です。そしたら今度は反対側も同じように行っていきましょう。股関節を軽く曲げて膝は90度です。手を腰に当てましょう。はい、いきます。1、しっかり開きます。戻します。2、骨盤注意しながら行いましょう。3、かかとつけたまま。4、5、動きは大丈夫ですか。6、お尻意識してください。7、8、はい、あと2回頑張ります。9、10、はい、 OK です。だんだんお尻が温まってきたんじゃないでしょうか。それでは続いてリバースクラブシェルという種目を行っていきましょう。最初に私が動きをお見せいたします。横向きになって、先ほどと同じですね。股関節を軽く曲げて膝は90度にしてください。この状態で今度は両膝はつけたまま膝下を上に持ち上げます。戻します。この動きを繰り返します。骨盤が前に倒れないように注意しながら行っていってください。それでは皆さんもご一緒にお願いいたします。ゆっくり横向きになっていきましょう。股関節を軽く曲げて膝は90度にしてください。はい、大丈夫でしょうか。それでは膝下をゆっくり天井に向かって上げていきましょう。いきます。1、股関節を内にねじります。2、3、戻します。4、骨盤前に倒れないように注意しましょう。5、6、お尻意識してください。7、皆さん動きは大丈夫でしょうか。8、9、
きましょう。10。はい、OK です。それでは反対側も同じように行っていきましょう。最初ポジションを取っていきます。股関節を軽く曲げて膝は90度です。はい、それでは膝下を上に上げていきましょう。いきます。1、戻します。2、ゆっくり上げて。3、股関節をしっかりひねります。4、5、お尻意識しながら行っていきましょう。6、7、股関節をひねります。8、9、はい、ラストいきます。10、はい、OK です。先ほど行いましたクラムシェルと、あとリバースクラムシェルという種目は、ゴルフのスイング時に重要な股関節のひねりを出しながらお尻を鍛えることができる種目です。それでは立った状態でお尻を鍛えていきましょう。はい、続いてワイドスクワットという種目を行っていきます。私が最初に見本をお見せいたします。両足を肩幅よりもやや広めに広げてください。手は胸の前でクロスさせましょう。この状態でお尻を床と平行になるまで下ろします。戻して最後お尻をキュッと締めましょう。膝の向きはつま先と同じ方向に向かって曲げていってください。背中がこう丸まったり反ったりしないように、お腹に力を入れた状態でいい姿勢を保ってお尻を落としていきましょう。はい、動きはこんな感じです。これを10回2セット頑張っていきましょう。最初ポジションから確認していきます。足を肩幅よりも広めに開いてください。つま先を外に向けましょう。手は胸の前でクロスさせます。はい、大丈夫でしょうか。それではお尻を下ろしていきます。いきます。1、しっかり下ろしましょう。戻した時にお尻を締めます。2、3、皆さん動きは大丈夫でしょうか。4、膝を外に開いてください。5、6、背中丸まらないように注意しましょう。7、8、はい、あと2回頑張ります。9、はい、ラストいきます。10、はい、OK です。少し休憩して、もう1セット頑張っていきましょう。膝の向きが内に入らないように注意しながら行うことと、あとは姿勢ですね、丸まったり背中が反らないように注意しながら行っていくこと意識して2セット目も頑張っていきましょう。はい、それでは2セット目頑張っていきましょう。両足を肩幅よりもやや広めに開いてください。つま先外側に向けられてますでしょうか。はい、手を胸の前でクロスさせます。それでは10回、もう1セット頑張っていきましょう。いきます。1、膝を外に開きながら下ろします。2、しっかり股関節を開いてください。3、最後お尻をキュッと締めます。4、5、いい姿勢のまま。6、背中丸まらないように注意しましょう。8、
足が疲れてきているかと思いますが、最後1種目やって、終わりにしたいと思います。最後はドロップスクワットという種目を行っていきます。最初に私が動きをお見せいたします。足を肩幅に開きます。この状態で床、お尻が床と平行になるまでスッと下ろします。手も一緒にスッと下げていってください。注意点は先ほどと同じで、背中が丸まったり反ったりしないように注意することと、あとは膝が内に入ったり外に出てしまうと、痛めてしまう可能性がありますので、そこだけ注意して行っていってください。これは10回2セット行っていきましょう。それでは最初ポジションを確認していきます。足は肩幅と同じ幅でお願いいたします。つま先と膝はまっすぐ向けてください。それではお尻をスッと下ろしていきましょう。いきます。1、戻します。2、上がった時にお尻をキュッと締めましょう。3、4、皆さん動き大丈夫でしょうか。同時に下げましょう。7、8、膝の向き注意してください。9、はい、ラストいきます。10、はい、 OK です。動きが素早いので、だんだん姿勢が崩れてきてしまうと思うんですけれども、いい姿勢を保ちながら行っていくことを意識しながら、もう1セット頑張っていきましょう。それではラスト1セット行っていきます。ポジションを確認します。肩と同じ幅で足を開いてください。つま先と膝はまっすぐにします。股関節から折りたたむようにして、お尻を床と平行になるまで下ろしてください。それでは最後10回頑張っていきましょう。いきます。1、戻します。2、お尻意識しましょう。3、4、動き大丈夫ですか。5、膝の向き注意します。6、7、スッと下ろしましょう。8、瞬発力やパワーの向上にとても有効な種目ですので、ぜひやってみてください。それでは最後ちょっとお尻を使ったのでストレッチだけしていきます。床に座って膝の上に足を置いてください。こんな感じになります。はい、この状態で胸を、ここの膝の方ですね、膝の方にぐーっと前に持っていきます。お尻を伸ばしてください。ゆっくりゆっくり伸ばしていきましょう。はい、 OK です。そしたら足替えて反対側もストレッチしていきます。膝の上に足を乗せます。胸を張ってぐーっと近づけていきましょう。ゆっくりお尻を伸ばしていってください。お尻伸び感は感じてますでしょうか。はい、はい、それでは本日は以上になります。いかがだったでしょうか。この種目はご自宅でもできますので、ぜひ続けてみてください。本日は以上になります。お疲れ様でした。